うっすらとではありますが、なんとスカイツリーの姿もご覧いただけるんです。ぜひ双眼鏡ある方は探してみてくださいね。ちょっと目印がないのでご説明しやしにくい場所とはなっているんですが、その右手に広がる海なんですが、こちら